のシティセンスタッツを海外リバプールファンも称賛。今日のアンフィールドでは世界最高の6番がプレーしていたかもしれないが、その選手はピッチ上で最高の6番ではなかった。いやく、ロドリは世界最高の選手だけど、今日は遠藤が、遠藤はまたしても素晴らしかった。遠藤は本当に良かった。遠藤とマクアリスターが中盤を支配した。遠藤のプレーを見てると毎回脳汁が溢れてくる。俺は遠藤の素晴らしさをずっと言ってたのに、みんな俺を強人扱いしてたよな。ロドリとデブライネを寄せつけなかったな。正直言って今シーズン最高の契約だ。プレミアリーグでこのスタッツを出せるのは本当にヤバい。しかもマンチェスターシティを相手に、シュツットガルトにあと5000万ポンド送るんだ。ますます強くなってる。最高の契約だった。走ることをやめず、常に 100% の力を出し切る。リバプールのシーズン最優秀選手に選ばれてもおかしくない。アンフィールドでのアーセナル戦を見てから俺は遠藤信者になった。今日もピッチで最高の6番の選手だった。遠藤、ナイス、ロドリがプレミアリーグ最高のディフェンシブミッドフィールダーだ。